美味しくない？美味しくない。どんな味がする？なんかまずい。まずい？ボニータスTV。皆さんこんにちは、ルーランです。最近パパちょっと気になってることがあります。リンタン、野菜残すようになったね。野菜残すでしょ。それは何？野菜っていうのは栄養満点だから、パパとしてはいっぱい食べてほしいの。ということで、はい、今日はリンタンの野菜チャレンジをやります。なんで？なんで？はい、準備が整いました。こっち見てください。さあ、その中に一つ目の野菜が入ってます。一、せーの、ドン。一つ目はトマトです。イエーイ、トマト。リンタンはトマト大好きですね。もうこれはいけちゃうね。はい、トマト切ってきました。はい、はい、じゃあ早速食べてみてください。はい、いただきます。食べたことあるから味は、ね、そうだね、トマトは大好きだもんね。おいしい、おいしい。トマト大好きだもんね。トマト、ごちそうさまでした。はい、一、せーの、ドン。わかった。これ何ですか？人参。その通りです。はい、人参切ってみました。はい、それでは召し上がれ。いただきます。うん、早いでしょ。どう、どうした？美味しすぎてしね。美味しすぎたか。どうですか、リンダ、人参ってどんな味する？甘い。甘いんだよね。甘くて美味しいでしょ。ちょっとね、はみ出ちゃってます。当たっちゃった。はい、じゃあ開けてみてください。せーの、ドン。ピーマンではないです。これ何ですか？キュウリです。そうです。はい、キュウリ切ってきました。はい、それでは召し上がれ。いただきます。うん、うん、美味しい。キュウリってどんな感じ？ほとんど水。ん？ほとんど水？みずみずしいね。フルーツみたいな。フルーツみたい。ほんと？いいね。はい、準備できました。はい、こっち向いてください。わぁ、すいません、また入りきりませんでした。さあ、リスナーさん開けてきます。せーの、せー、はい、そのままです。何？これ何だと思う？分かんない。知ってるリンダ、これ。知らない？これね、セロリです。セロリ？これ切って食べるの？あ、そうね、葉っぱの方じゃない、実は食べる。そう、そこを食べるんです。いやいや、待って、切るから待って、切ってダメです。待っててください。はい、セロリ切ってきました。それじゃあ、召し上がれ。ご賞味あれ。いや、まあ、ご賞味あれ。はい。おいしくない。え、おいしくない？おいしくない。どんな味がする？なんかまずい。まずい？本当？食べられない感じ。みんなセロリ苦手か。そうか。セロリのどんなとこが苦手？なんかまずいし、食べられない。え？だって正直さっきの人参とさ、なんか結構カリッてした感じとか似てない？でも味が違う。味が違う。そんなセロリをちょっとマヨネーズつけて食べてみようか。マヨネーズをつけると。はい、それでは、そんなセロリが苦手というリンタロウ君に、これはマヨネーズです。それをちょっとつけて食べてみてください。欲しい。うん。どう？美味しい。美味しいね。いや、これ豆腐とか。そうだね、セロリってね、そう、すごくマヨネーズと相性がいいです。じゃあ友達？友達です。せーの、ドン。梨。梨は果物だから今日出しませんよ。リンタン、ピーマンはどうだったっけ？食べたことない。嘘でしょ、食べたことあるでしょ。ピーマン食べたことあるでしょ。分かんない。じゃあ今日ちょっと味わってみようか。はい、ピーマン切ってきました。それではご賞味あれ。いただきます。どう？美味しくない。美味しくない？
ガブガブガブしか噛んでる感じ。あマヨネーズ先に取ったな。そうです、ピーマンも実はマヨネーズつけるとすごく美味しくなります。美味しいね。おい、全部食べたね。美味しい美味しいんだ。いいね、リンタン。野菜いけるじゃん、全然。いくよ。一斉のせいでいくよ。一斉の、ほい。何ですか、これは。その通り。大根です。はい、大根切ってきました。なんか、気が進まないの。ない。え、ちゃんと食べてごらん。美味しくない？そんなことなくない？美味しくない？美味しいでしょ。俺もマヨネーズつけるとさらに美味しい。一斉な、思った。ナスです。ナスはどう、リンダ？はい、ナス切ってきました。それではご賞味あれ。食べれない。え、どんな感じ？まずい皮とかがまずい。皮がまずい。あ、じゃあその白いとこだけ食べてごらんよ。そうそうそう、そこだけ。それもまずい。じゃあちょっとお醤油をつけてあげね。どうぞ食べてみてください。いただきます。うん、うん美味しくなってない？醤油とナス美味しくない？止まっちゃうの？うん、友達です。そうです。ごちそうさまでした。美味しい。もうちょっと見えちゃってるからね。じゃあ一斉のせいで開けてみよう。一斉の、ブロッコリーです。ブロッコリー。はい、ブロッコリー切ってきました。多分本当に生で食べるの初めてじゃない？ブロッコリー実は生でも食べられます。いつもリンタが食べてるのはちょっとだけ茹でてるんだけど、今日はね、あえて生で食べてみようと思います。はい、それではご賞味あれ。いただきます。美味しいね。あ、まあ、早速、そうね、ブロッコリーはマヨネーズのお友達だね。もうマヨネーズつけたらいくらでも食べれちゃうね。美味しい。じゃじゃん。そうです、キャベツです。いただきます。ちょっと薄いじゃん。本当？それつけて食べてみるじゃん。美味しいじゃん。これ何ですか？ネギです。いただきます。はい、ガブっちゃう、ガブっという。も皮はい皮皮辛かった。これは無理無理。お水欲しい。ダメか、リンタロウくん。ちょっとリンタロウくんに謝んなきゃいけないことがあります。うん、ネギはね、さすがにパパたち大人でもああいう風に生でかじったりしません。辛いからリンタ怒った。リンタ怒った。お待たせしました。ネギを焼いてきました。ただ、あれです。ごま油と塩コショウで焼いただけです。すごーい。さっきあれだけ辛かったネギがどうなっているかご賞味ください。はい、いただきます。ちょっと熱いかもしれないから気をつけて。フーフーしてたんだ。うん、フーフーしてる。熱い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 。どうどう、美味しい。不思議でしょ。あんな辛かったのが辛くなくなったでしょ。ということで、リンタロウ君の本日の野菜チャレンジはオールクリア。